朝霞カゴン霞イアゴン万円元年11月21日は幕末の趣旨学者。江戸で私塾を開き、吉田松陰、岩崎八太郎、高杉晋作、小栗忠政、栗本常雲、清川八郎らが門人として学んだ。完成3年3月2日、道の区郡山にある朝霞国造神社の第55代宮司の安藤地下市への産男として生まれる。名は しげのぶ、じわしじゅん、通称はゆうすけ、別号は、みやまろう。16歳で近くの村の理性である今泉家のむこと、なるも妻に嫌われたため発奮して、翌年単身17歳で、江戸に出て、佐藤一歳、林十歳らに学ぶ。文化11年、江戸の神田だす台に、しじく、みやまろうを開く。みやまろうは旗た小栗家の屋敷内にあり。 おぐりただまさもここに学んだ。また、この頃には、少子会に参加しており、渡辺火山らと信仰があったと伝えられる。天保3年、今栽文略を出版してから名声が高まり、天保7年協議の日本末藩の出入時となって三人ぶを救世られる。今栽は、趣旨学だけではなく、危険視されていた、陽明学など、他の学問や、 宗教も摂取した新しい思想を唱え、また、外国事情にも詳しく、解剖論の論客としても知られた。天保14年に、日本末反抗計学館の教授となり150国を、急せられ、これを1年半務めた後、加英3年には60歳で、小平校教授となり、ペリー来航時のアメリカ国書翻訳や、エフィムプチャーチンが持参したロシア国書の編書基礎などに、 携わる。また、幕府へ、外交意見として、当番意義を提出した。万、ま、円元年11月21日没。没する名の構えまで講義を行っていたと伝えられる。墓は、東京都葛飾区の明言寺にある。ゴンサイに学んだ門人は2000人以上と言われ、吉田松陰高杉晋作、岩崎八太郎、安場安和、秋月定次郎、小栗忠正。 栗本常運、清川八郎、近藤長次郎、前島ひそかなど、著名な熟成だけでも200人を数えるという、大正4年14位を追増された、浅香盆斎堂。ありがとうございます。